はい、どうも皆さん、こんにちは、永井です。本日は、例のミッションで使った拷問部屋に入ってみようというわけでやっていきたいと思います。場所は、こちらですね。はい。というわけで、屋根に登りたいんだけど、どうやって登ろうかな。これ何？これなんだ？あ、バスの頭ね。そっから行けっか。トラックをこっちに横付けしよう。もしくは、パイプの上を伝っていくっていう。まあ、そっちの方が動画的に面白いかもしれませんけど、やりません。よいしょ。完璧な横付け。よいしょ。あ、届かね。届かね。こらダメだ。ちゅうことでパイプ伝っていくか？他にない？こっちの方とか登れないか。高さ的に。こっから行けない？行けねえか。じゃあパイプ伝っていきまーす。なんとかして、中に入る方法を探します。あ、死ぬ？あ、大丈夫だ。よかった。あ、こっちから行けんじゃねえの？こんなこんなで。こっちから行けるくない？ここ登ったりとかできて。で、ここ登ったりとかできたー。ははは。こっち来ちゃダメでしょ。多分ね、もうちょっとこっちの方じゃないかな。入れんの。ちょっとこの辺で一回キャラチェンしてみますね。マイケル。おいしょ。行ったかな。やっぱ下に落っこっちゃうパターンかな。それとも何も起こんないかな。何も起こんない。そういえば、ここで撮ればうんこしてましたよね、ムービーで。入りたいんだよな、どうしても。こっから行けんじゃねってか。あ、行った。行っちゃったよ。入り口がここでしょ？ダメなの？これでダメだったら、今度中の方でやってみましょうか。入れました！拍手！入れました！やったー！今なんか落ちた？気のせい。あ、ここ手すりない。手すりない、これ。入れましたよ。お、すごい。なんもない。久しぶりだなー、拷問部屋。大発見です。拷問部屋には入れます。朗報。ただ、オブジェクトは手抜きです。はい。みんなすり抜けちゃいます。やったー。あ、ここ階段ダミーだ。
久々にトレバーを褒めたい気分ですよ今。あら、ここ以外行けない？もしかして。あ、ダメだ。え、移動範囲狭っ。狭いなぁ。あれ、こっち部屋あんじゃん、マップでは。でも行けないんだ。これくぐれない？くぐれないか。あ、でも銃は中行けますね。あ、そうだね、こっち奥あるよ一応。どうにかして入りたいな、ここ。でもダメだよね、入れないよね。ダメか。あとは探索したいんだけど、いろいろ。でもこの辺はだってオブジェクトがあれだもんな、透明だもんな。まあ入れますってことが分かっただけでも大発見じゃないこれ。結構な、うん、まあ移動範囲は狭いけど入れます。何回言うんだよ。いやー嬉しいな。ここってタカジャンとか使っても入れる場所はないね他に。うん、こっち行っても何もないね。うん、何もない。ちゅうわけで、じゃあ今回はこれにて終了したいと思います。ではでは、うん、次回もまたサンアンドレアスで会いましょう。